おじです。さあ、今回はね、ちょっとズバリのね、雑談になります。昨日ね、ちょっと作ろうかなと思ったんだけど、もう歯が痛くて、あーって感じでね、もう七点抜刀してたんで、わーって感じでね、もう朝一番で歯医者予約しました。後で行ってきます。もう、あのね、またこっち側のね、奥歯の根っこが折れた。多分ね、もう歯茎もね、ちょっと腫れてるんで、もうわかる。やられた。ね、ね、今回はこれです。ね、要は、汚染水の垂れ流しについて、おじいが動画を作ったよね。で、堀本が、昨日ね、あらこうだ、言ってたんだよ。最後だけど、ベジンみたいなね。で、とにかく、おじいもよく堀本はね、頭いいなとかってこう、昔は見てたんだけど、最近あの見方が変わったんだよね。堀エモンって最初ズバリ言っちゃうと、その保守的な方に回ってる。要は、妙にこう、真実を追求して、これこうなんだよ、あんなんだよっていうね、そっちの方につかない。要は、大きな闇に守ってもらえる方。要はメディアから叩かれたりとか、だからメディアがやってることを、国とかメディアとかやってることの方に要はつくっていうね。何かあったら守ってもらえる。で、こうやって発言すると、すぐ取り上げてくれるでしょ。投資法みたいなところがね。だから、それいいポジション。要は利得で考えて一番いいとこにいる。だからその、ワクチンのね、あの時、こんなやんないのバカだろうみたいな感じで。でも、それでやった人が取り返しつかないことになってる人がね、たくさん闇に葬られている、ね、表に出てこない、そういうのはどうするんだお前っていうね。あとはその自分のところのね、ホリエモンモバイルやるために楽天叩きがずっと始まって、まあ、結局ね、あそこまで露骨にボコボコ叩いてね、こんだけこんだけの有名人がね、また名指しで麦田氏とね、楽天モバイルをあんだけボコボコね叩いてネタにして、儲けてるっていうね。それを見てて、ああ、このためかってね。そういうのを見てて、ああ、この人はってね。この人の言うことあんま信用したくなったんだよ。で、今回の件もそうなんだよね。言ってることがおかしい。矛先が違う。まずね、こういう内容。ね。堀エモンが処理水放出の反対のね、怒り。お前ら一回中学校から言い直せ。ね。他のメディアとかもこうやって書いてね、アピールしたいんだけども、それができないから堀エモンがその役目にあるっていう。あれと同じ、ガス抜き議員がいたでしょ。ね。あれとあの役目をやってるんだね、こいつね。堀エモンが25日 YouTube チャンネルを更新。これちょうどたまたま見てたんだよ、ジモン。ね。東京電力福島第一原発処理水の海洋放出を批判する声に対し、お前ら一回中学からやり直せと怒りをあらわにした。ね、これがなんていうの、ペテン師とか詐欺師の、いや、典型的なやり方で言ったんだよね。科学でね、原子と何だか言ったかなんかわかんないけど、これは1個だ、2個だってね、これはこうだから、ああだ、こうだとか。あと味の素。ね、味の素は、あなたとかね。いや、味の素なんかもう使わねえし。ね、だ本当にね、この一番汚ねえポジションにいるっていうか、議員みたいな、ね、国会議員みたいなね、そんなことしかやってないね。でも一番得なんです。それがね。ていうか、そっちの方についた方が賢い。ね。反発したって、どうせ、ね、あんまいいことないからね。だから考え直したんだろうね。で、堀江氏は十分に放射性物質を占めた上で、海へ排出するということが、なんか知らないけど、一部のマスコミとおしゃれ、この活動家みたいなアホが大騒ぎしてるんで、こいつら本当頭が悪すぎて、薄めるという、ね、概念が理解できないみたいですと、呆れ笑いを浮かべつつ言及、放出される処理水について、本当に微量だけトチリウムが含まれる。そしてそれ以外の汚染物質は、できる限り除去して、できる限りでしょ。だから全部なくしてではない。できる限り。ね。できる限りってどれぐらいなのって具体的な内容言ってないじゃん。できる限り。だって、
あのこんだけあるもの こんだけしか準備できない、できる限りやりましょう、ねね、だ仕事がお前何やってんの、できる限りことしましたよ、ね、こういうと同じだね。できる限り準備して会を保持する、ね、ここにごまかしがある。十分に回収で締めた状態で環境にはほぼ影響がないような状態で、ほぼほぼね、ほぼね、ほぼ見てて、これね、こここうね、ほぼ影響がない、ほぼ影響がない。じゃあさね、車からのタバコのポイ捨て一人一本やったぐらい、強風じゃない時にポンってやったところで、ほぼ環境とか影響ないよね。マック食べたゴミ、ポンって昔みたいにポイ捨てね、あの国道なんかすごいゴミの山だったね。でもほぼ影響ないよね。サリンね、ね、このペットボトル一杯のサリンね、これを十分に薄めて薄めてね、何年かかけてこのペットボトル一本のサリンを飲み水のね、あのダムの中にちょっとずつね、もう自然界のね、どこよりも薄めて薄めて出してね、何年もかけてこのペットボトルのサリンをバーッと出しちゃうとかね、それと同じこと言ってるんだよ。ね、おかしいだろう、本当。ね、ほぼ影響がない。だからその影響がほぼないと言っても、じゃあそのほぼじゃないところに影響があるんだよ。ワクチンだってそうだった。ね、お前が大絶賛していたワクチン。ね、それでどんだけの人が苦しめられてる、どんだけ伏せられてるんだ。ホリエモン、お前こそ小学校からやり直してこい。本当。政府と東電がね、で、だからこういう大きなものがね、絡んでるからそっち側につく。ね、コバザメみたいなやつだ。ほんと、情けねえな。業者をはじめとする、国内外の理解を得られないまま放出に踏み切ったことに批判の声が上がっているが、ね、オレン氏はいつ放出しても文句言うやつは文句言う。難癖つけて、放射性物質を盾にしたヤクザみたいなもんでしょうね。いつ放出しても文句言うやつは文句を言うって、それを立証してみろよ。本当ね。で、びっくりするぐらい僕の知り合いとかも、もう海の魚は食べないとか、シェフとかマスコミのことは信じないとか、バカなことを言いやがって、こいつら人付き合いが難しくなりましたよ本当に、と投げた。これね、違うと、違う。で、続けて福島第一原発の高レベル放射性物質なんかは、半減期が何千万年とか、そういった物質に関しては、慎重に保管されて、もちろん海洋放出なんかしないわけですけど、低レベルの放射性物質、あるいはそれを洗浄した、主にトリチウムなんかを含まれている処理水は、自然の放射線よりも放射線が出ないような状態にまで十分に薄めて、海水と混ぜて環境に最大限配慮して放出すると、処理水に関する説明を繰り返し、これに文句言うのは本当に難癖とした。ね、その上で、処理水放出に反対する政治家や署名人らに向け、お前ら一回中学校からやり直せ、各部の教科書読め、バカ、芸能人とかインフルエンサーで、福島や東北の魚は食わねえとか言ってるバカ、お前のことだよ。お前らちゃんともう一回勉強しろ。少なくとも経済産業省が出している処理水のホームページくらい読め、あなたたちが煽ってることが国益を害している、東北の人たちを苦しめている、胸に手当てて考えると訴えた。でね、これ、ホリエモン大間違い。これはね、まあ、みんなのコメントも読んでるけども、ね、このバカエモン、ね、で、このバカエモンが、ね、今までこのバカなことを、ね、ずっと言ってマインドコントロールしてきた間違いを、ね、で、今回の件もその例えばね、いろんな人が、ね、ああだこうだいうやつがいる、ね、おぎゃーと生まれて今回の件が頭にインプットされて生まれてきて言ってるやつは一人もいないんだ。バカいもん、よく聞け。なんでそういう連中はピーピーパーパー言ってると思うんだ。で、
本当ね、バカいもんだなと思うんだよ、本当ね。で、その処理水放出に反対する、反対したらいかんの？だってこの世の中で賛成反対、いろいろそういうのがあって世の中成り立ってるじゃん。ね、あの独裁国家でないじゃん。ね、そこのところを真っ向から否定することになる。ね、で、このね、ね、ここなんだよ。いい。一番問題なのは、馬鹿いもんには分かんないかもしれないけど、政府と東電がね、漁業関係者らをはじめとする国内外の理解を得られないまま、放出に踏み切ったことに批判の声が上がっている。で、これに対して、これはこうこうこうで表明なんだから、強引やったっていいんだ、いつやったって、いつやったって言うやつは言うんだってね。それは、馬鹿いもんがおかしな考えだと思うよ。それを通したら、もうこの世の中、もうとんでもないことになってしまう。物事にはちゃんとね、手順、順序。だって、じゃあもう、選挙とかああいうのもいらないじゃん。どうしてこいつがこの派閥でこれ何に決まってんだね。で、これ反対かね、どの道もうこれを強行突破したところでね、もう何癖つけて、ね、反対するんだ、反対するんだね。だから、何でも当てはまってしまう。恐ろしいよ、バカエモン。ね。この、ね、国内外の理解を少しでも得られようとするね、その動きがニュースになかった。ね。水面下でなんだかんだ言ってこうだろ、ああだろじゃなくて、その理解を求める努力をしていない。それで、このね、処理水に反対する政治家。政治家っていうのは、だって、バカエモン、お前ほんとバカだな。バカエモン。ほんとバカだな。世の中を変える与党があって、ね。で、それに反対するのが、野党だろ？野次を飛ばしたけど。違うの？これがあって成り立つんだろ？でなきゃ独裁国家だろ？お前、小学校からやり直してこい。ほんと。学歴のないおじに言われてるようじゃ、情けねえな、ほんと。バカえもん。世の中そういうもんだろ。だからこの処理水、放出に反対する政治家って当たり前じゃん。政治家はそれが仕事なんだよ。バカだなぁ、ほんと。野党は与党のやってることに何でもかんでも難癖つけて反対するのが、それが仕事なんだよ。おじいはそう学んできたよ。こうやって覚えた人いない？お前がバカだよ。科学の教科書にね、トリチウムが安全性がどうのこうのって書いてあるのか？バカ。本当バカだな。芸能人とかインフルエンサーとかね、でも仕事でやってることだろう。役割があって。与党とか野党にね、これはこうだろ、ああだろ、バカって言ってるのと同じようなもんなんだよ。それが仕事なんだよ。お前だってそれが仕事でやってるわけじゃないか。ね。おじいもこれが仕事。堀江ものバーカっていうのがね、これが仕事。で、おじいが思うに、ね、まあ結局ね、このバカイモンは、まあ、売名行為でやってるわけなんだけども、ね、あと、ね、他が言いにくい、使いにくい、それを俺がこうやってザーンって言うから、それを使えっていうね、これ計算づくなんだよ、こいつのやってることは。こうしたら、ああ、メディア取り上げられるなっていうね、あ、お前らができないことを俺がやってやるみたいなね、もうそこがね、見え見えなんだよ、やってることが。で、そういう風潮がある。ね。で、その一般の国民たちは、
じゃあなんでそう思うのか。偏った情報がメディアによって出されてるから。でも議論する番組も与党野党のようにこっちこっちの意見を出す人を揃えて番組を盛り上げてるんだよ。それが仕事だから。で、じゃあいろんなものを国がね、ああだこうだ言ったりとか発表したところで、日本という国はね、何かにつけてすぐ都合の悪いことは隠蔽黒塗りをする。ね。汚い国だ。だからおじはいつも言ってるように、北朝鮮とか中国とか韓国とかね、その国民はいろいろ知らないことがね、あるけれどもね、ああだこうだマインドコントロールされてね、わーって反日やってるけれどもね、日本人も同じだっていうことを気がついていないのがバーカっておじいつも言ってるじゃん。視野を広く持て。で、何かがあると、わーって関心寄せるくせに、すぐ忘れちゃう。バカだから。じゃあ何の件にしてもそう。ね。黙り決め込めば、ね。流せる。ね。こんな日本にしたでしょ。ほんとね、この洗脳教祖のバカ獲物、ね。パフォーマー。その正しいものをそのマインドコントロールしているね、そういう報道のあり方ね、こいつは報道に可愛がられるやり方しかやってないけども、本当はそこを否定するべきなんだ。だから本当コバンザメみたいなね、このバカイモはスネ夫みたいなやつなんだよ。国とかメディアのジャイアンのところにそばにずっとくっついてて、ええで食うでって言うの。すまない。本当ね、おじいは、こう、一個一個見てると気がつかないかもしれないけど、全体的な、チャンネル全体的とか、ね、バカイモンが言ってることをね、もうちょっと広い視野を持って全体的に見てみると、ああこいつのやってることはこうだよなって気がつく。で、自分に対してどうだろうなって見た時、真逆のデメリットのことしか言ってないんだよ。だから自己防衛するためにバカイモンは逆のことしか言ってない。こいつの言うこと聞いてたら、おじいは今頃生きてないかもしれない。危ない。ね、バカイモンに殺される。ね、だこいつには洗脳されたくないなと思った。パッて気がついた。ね、いろんなもんが怪しがって、だいつもほら楽天の時もさ、ね、なんだこのためだったんだってね、だ不自然なんだもん。始める数ヶ月前から、叩き方が尋常ではない。ね、ご意見番の意見ではなくて、叩きだから、すごく。で、そこに味方をつけて、で、フリーモバイルって。賢い人は、どうせダメじゃん、つってね。大事ですの、ね、なんか、なんだかのカレーパンも、ね、なんか、経営がすごい、なんとかモーターすみたいな内容みたいだし、うん、すぐ潰れちゃう、ね。お前が大事にしてるものね、必ず何か利得があってやってることなんだろうけどもね、ダメなもんはダメなんだよ。冷静に見てる者もいるってことなんだよ。じゃあ本当ね、処理水反対者でって、与党寄りの人間がね、野党に文句言ってるとかね、そのまた逆とか、それと同じだからね。
で、あの知り合いがね、もう海の魚は食べないって、それで結構じゃん。だって海の魚は食べないって言ったら、ああそうなんだってね。でふむでいいじゃん。なんでダメなの？なんで爆発がするの？ね、こういうさ、バカイモンみたいなやつがさ、例えば納豆がちょっと苦手で匂いが嫌でとかね、美味しくないとかって、お前バカだろ、お前中学校からやり直して、納豆は納豆嫌な、こうでこうでな、こんだけで栄養があってな、肌にもこうでな、健康にもこうでな、これを食わないなんてバカだとかね、だからこうやって言うだろう、絶対に。だ食べる食べないは人の勝手、そこまで干渉するな。本当、政府とかマスコミのことは信じない。じゃあなんで信じないようになったのか、バカいもん、お前はわからないのか。お前みたいないい加減なやつがいっぱいいて、いい加減なことをしてきたから、バカいもん、お前と同じように信用できないって言ってるだけなんだよ。わかる？マスコミとか、ね、政府は信用できないって言ってる人は、ちゃんとした理由があるんだよ。で、そこには不安があるから。だから、自己防衛として、ね、信用しない、食べない。これを言ってるだけじゃん。ダメだろ。自分の身は自分で守れだろ。だってどっかのひょっとこ言ってなかった？年金に頼らずにね、一人何千万だっけ？ね、年金に頼らずに、一人頭ね、数千万ぐらい自分でそれやってもらえると困るよみたいな、だからそのような発言あったじゃん。なんか、ん？だ、自分のことは自分で自分の身を守れね。年を取って生きていくときにね、いやね、年金なんかに頼るなね。だ、ちゃんと自己防衛でちゃんと生きていけよって政府が言ってんだよ。違うか、バカいもん。だからバカなことを言いやがってしたって、こう言ってる連中はバカいもん、お前のしもべではないんだ、ね、人付き合いが難しくなったら、じゃあ付き合わなければいい話なんだよ。こいつバカだなと思ったら、ね、付き合わなければいい。違う？そんだけの話。無理やりなんか人付き合いが難しくなっても付き合っていこうとするぐらいね、小判ザメでそっち側の方に寄って吸い付いてたいんだろう。いろんな数値データとかやばいねとかね、そういったものは見て見ぬふりをして。ね、バカイモンの YouTube の動画のね、ワクチン打たないやつはバカだってね、散々動画をいっぱい作っておいたけどもね、ワクチンを打った後からね、ああなっちゃったこうなっちゃったって人生終わっちゃった人がいっぱいいるんだよ、かわいそうに。それらの内容とドッキングして間にバカイモンの発言を、これを歌ったやつはバカだわっつって、でそれとこうミックスして動画作る人も出てくるんじゃないので、そ歌ったやつはバカだわっつって、私はこれで、この子が打ってこの子になんかこうなって、なんか突然こうなってくれて今こういう生活になっちゃったんです、歌ったやつはまたバカだわって帰って言って、ね、でメイさんはこれ打ったから突然こうなってこうなっちゃったんで、歌ったやつはバカだわ。マスコミは一部を切り取ってはるね、
あのお前が動画の中で言っているカッティーカッティーってね、あの堀山があのなんてことなんてことね、クリームねじだって飯食うかってんだよ。で分かってんだから、あのそうやって誰か作る人いるんじゃないの、ワクチンの件。いや本当ね、薄汚いスネ夫みたいなやり方って嫌いなんだよ、うん、だ政府マスコミの腹の内をね、うん、代弁して、ただで全国版でね、全国に自分を宣伝してくれるだから政治家をね、この日本を生かすも殺すも政治家次第、ね、法を作って、その政治家をの運命を左右するのはマスコミなんだ。ビッグモーターにしても何にしてもそう、芸能人にしてもそう、ね、だからあのバカイモンはこいつらは絶対に敵にしてはいけない、ね、こいつらが喜ぶことをしてやろう、こいつが言ってること全部そっち側なんだよ。だマインドコントロールされない。都合が悪いことは全部伏せている。そうでしょ？でまたバカイモンの動画をね見てる、そうなんだってまたね、あのだってマインドコントロールされるのもいるし、おじいの動画を見ないでね、シャムネットタイトルだけであの変なこと言うのもいるし、うん、とにかく薄かろうと薄くなかろうとね、悪いものを垂れ流す行為をしているのは事実で、自然の中にどれぐらいのレベルであると言っても、じゃあそれに上乗せして濃くなっちゃうよねっていうものを出しているのを事実そうすると、自然界ではありえないような、ね、環境で育つお魚とか、ね、魚介類、でそれをまた人間が食べる、ね、食物連鎖、いろんな菌とか何だっけ、寄生虫とかね、ああいうなんか病気のも、これを食べた、これがこれを食べて、で、これを食べた、ね、人間が、ここに寄生虫がこうなってって、いや、よくテレビでやってんでしょ、たけしの。うん、え、なんでこれ、これ、何でしょうか。うん、どうでも変わらない。で、こっちは魚を食べただけだし、なんでこれですよ、この人間から育てたこの寄生虫が、こんなところにいたんでしょうか、みたいなね。こういうテレビってあるじゃん。だ直接ではなくても間接的に生活に影響が出てくる。これぐらいのものが入ってもね、だマクドナルドのね、トランス脂肪酸ね、あれもね、やめる気配はない、うん、このに日本はどんな 毒物でも食べて即死にならなければ OK だから、ね、だ本当ね、いろんな危ないものに対して農薬にしてもそうだしね、化学調味料にしてもね、もう展開してる自体が怖いし、ね、で味の素だってね、
サトウキビから本来は作られるものなんだけども、それはあの一時期ね、石油から添加して作っていた、そういう時期もあるんだよっていうね、そういうのもあるけど、でも今現在もサトウキビからね、天然にこうして作ってるんだよっていう内容がないよね、と同じね、あのやり方で作ってますよって、と同じっていう公式見ると書いてあるんだよ。バカいもんね。あの火のないところに煙は立たないし、いや、あのおじいはね、味の素はあの子供の頃からね、なんかあのあれ気持ち悪くなるんで、おじいほら添加物アレルギーとかあのね持ってるんだよ。アトピーもそうだし、で、あの防腐剤とかなんか変な添加物あれすると呼吸困難になるんだよ。で、味の素がもう拒否反応を起こしているおじいはね、だから子供の頃からね、あのなんかうどんつけるとおやじがね、味の素これいいと思うんで、やめてーっつって、入れない、あんまり入れたらもう食べないっつってね、あのそうやってよく喧嘩もしてたけど、おじいは味の素はね、あの本能的に拒否している。だし、危ない危なくないよ関係なしに、なんか嫌だね、体が拒否しているね。まあ本当ね、バカいもんね、こうして言ってることはむしゃくしゃだと思ったね。はい、石田さんの意見ね、何にも思いません。保管し続けるとおっしゃるならば給付金等ください。一時的なものではなく継続的にもらえる間は保管するように日本政府は考慮するのではないでしょうか。またお隣さんの原発処理水の方が環境的に良くないことが明らかになっています。逆に聞きたいですが、隣の原発処理水は見ないふりですか。隣のヤバい処理水が中国に悪影響を与えてますか、ね、さらに遠い日本の処理水が中国に悪影響を与えるんですか。下流の影響ですか。輸入禁止したところでね、違法に沖縄周辺で、領海侵犯して魚を取るからすげえでしょう。そう魚も汚染されるはずですよ。ね、領海侵犯止めるんですか、やめるんですか。ね、一部は台湾の方にね、で、ほとんどはアメリカ西海岸の方にね、海流はこうやって行くっていう、なんかシミュレーション上のデータはあるみたいだけど。で、まあ、お隣さんの原発処理水の問題が、隣の国が、ああだこうだ言ったところで何も変わらないし、逆に日本のやってることを中国がああだこうだ言ったって、やめないでしょう。そうでしょう、ね、双方同じことなんです。ね、ただ、お隣さんもやってるから、うちもやってもいいよね、にはならないと思うんだよ。本来はやってはいけないことをやっているっていう認識がない、ね、申し訳ないという気持ちがない、こんなことこうでこんなこと大丈夫なんだとかね、まあやばい本当ね、こんばんは、高さんです。今回の日本の福島の放出するトリチウムは中国の原発がね、放出しているトリチウムの約 20% です。そこでは中国政府は中国に知らされていない。日本の海産物を食べる食べないは本人の自由だと思います。今回中国が日本の海産物を全面に禁止したことは、日本の半導体を中国に輸出禁止する政治的反発だと思う、うん、そう、政治の戦争、ね、だからその政治の戦争に国民がいちいちね、首を突っ込まないね。だ各国とかでもそうじゃん、反日反日っていうのは本当は日本が電子機なんですよ、なんてね、中国人だってそうじゃん。でも、国があっちは強制的にあらこうだってね、見つかったら、ありさえこれされるがあるから、仕方がないね、反日行動するけども、本音と建前って感じ。日本はそういったものがないんだからね、便乗する必要はない、そう考えます。水道水すら農薬の規制緩和してるし、原発事故放出後、放射能規制をゆるゆるにしている。セシウムとトリチウムは除去できてません。さらにこれらにお金を投入してません。証拠が悪いことは隠蔽する政府。だから今まで延長になってきたわけだ。電気が足りないっていうのも火力発電所を止めてきている。
ね、そう、おかしなことをしている。不思議だね、本当。火力発電所を止める必要はない。ね、そう、薄めても同じです。体の中に入れば同じことなんですよ、ね。中国の残留孤児も中国の人が見てくれた。ありがたいと思わなければいけない。海は日本のものではありません。世界中から避難され、軽蔑されるでしょう。今回の汚染水は、釜を冷やした水ではなく、ウランの燃料を直接冷やした水です。そんな恐ろしい汚染水を、もし他国が海に流したら、日本人はしょうがないと納得できるでしょうか。自国内で、日本人はしょうがない。納得するしかないっていうか、納得できなくても、そこの国が やったことだったらしょうがない。だって、どうにもできないよ。嫌だねって思うだけ。嫌だねったら、嫌だねーってね、嫌だねーって。だって、日本人が嫌だねって思ったら、嫌だねって思われた人がそれやらないんだったら、ね、じゃあ暴力団だって、じゃあ嫌だねって日本人が言えば、ああ、そう、じゃあやめるねって、暴力団じゃあやめるんでしょうか。ね、大学とか麻薬とか教えされている、ね、薬物は嫌だねって言ったら、嫌だね、じゃあやめようって、やめんの？いや、タバコも嫌だねって言ったらタバコなくなるの？ね、嫌だねって言ったところで何もなんないじゃん、だって。ね、だからその納得する納得しないは全く関係がない。この世の中の物事、出来事って納得ができてる人もいればその反面納得できてない人もいる。株と同じで売る人がいて買う人がいて成立する。ね、だから、納得できてる人がいれば納得できてない人がいる。そのこと自体があることに関しては、存在する以上は、もうどっち派なんだよ。じゃあ、ガリガリ君だってそうだよ。ね。ガリガリ君は体に悪い。ね。ガリガリ君食べたら体が冷える。ね。冷え性の方は、ね、ガリガリ君食べるとおしゃれに冷えてね。健康にも良くないでしょう、ね。反対ね。ガリガリ君、その人を食べたらダメだ。反対だね。美味しいからといって、騙されたね。外側のシャクと中のふわっとね。あの食感に騙されたね。ガリガリ君、反対って言えば、ガリガリ君、なくなる？ガツンとみかんが美味しすぎる。でも騙されたそんな甘いもんばっかり、この子もさ、こういう子食べてくなっちゃうから、ね、一箱一緒に食ったら、体悪いぞとかね。反対つけたって。ね。でもやめないでしょ、みんなね。ガツンとみかんおいしいってね。ね。ガツーンってやってね、食べたくなっちゃうでしょ。ね。まあ、納得するしながらね、関係ない。ほんとね。だって、いろんな政府がやってること、国民が、じゃ納得しすぎたことばっかりなの。そうでしょ。納得する納得しないは全く関係ないんです。実行した者勝ち。要はジャイアンがこの世の中は勝つんです。じゃあ皆さんは、じゃあロシアがけしかけたウクライナへの戦争、これ納得してるんですか？世界はどう見てるんですか？でも今まだ継続してるよ。納得してるんですか？ね。戦争なんてものは仕掛けたもん勝ち、やっちまったもん勝ち。反対って言ったってバーンと、おーけしからーん。反対って、うるせえな。ボーンでギューン。けしからーん。ロシアそんなひどいことしてる。ピューン。けしからーん。これが、世の中です。まだわからない、ね。ロシアの戦争を見てるのになぜわからない。そうでしょ？ロシアが何をやっても止められない。ね、北朝鮮がポン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 ね、ダメなロケットをね、ポン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 撃ってもね、ダメだ！いかん！ってね、世界が言ってるだけで。何も変わらない。そうでしょ？だから変わらないんです、ね。ただ、ほざいてるだけなんだよ。しかも、何かに洗脳されて、それに加担してるだけ。だから、バカバカしいから、
首突っ込むなって、政治の戦争に国民はね首を突っ込むな、利用されてるだけだよ、それだけだ。国民が何を言おうとも何も変わらない、ね、安倍さんの件もそうだった、ね、赤木さんの件もそうだった、ね、日本国民がねああだこうだ言ったところで納得してないと言ったところで何も変わらない、ね、桜を見る会の疑惑も何も変わらない、ね、森友学園のね問題も何も変わらないんです、ね、これが日本なんです。でも日本国民はしょうがないなーで納得して何をすることもなくね過ごしてるでしょ。だって関係ないもん、しょうがないじゃん。でしょ、そんなことないよと思う人、じゃあ何してんの、何もできないでしょ。だからそれが現実じゃん。でしょ、だからね、本当にね、バカバカしい。だからこの、知識がない人ほど、何かに洗脳されて、ジャイアンになってるのが、バカだなって思うだけなんだよ。ね、で、国民が、日本国民が白黒つける立場にないってこと。自分たちの国が悪いことをしてるんだから。悪いことを判断する、そんな政治家に投票したのは誰なんだ？責任は日本国民一人一人にあるということをね、忘れてはならない。ね、任せたんです。皆さんが投票して任せた議員たちがね、出世して決めてることなんです。そうでしょ？自国内でいろんな案を検討し、それぞれの、ね困難さを国民に説明し、他国に迷惑をできるだけかけない。いや、できるだけだってね、かけたらダメなんだよね、本当はね。方策を国と国民が真剣に考え、討論することができる。これはないな。国と国民が真剣に考え、討論なんて今までしたことは一回もないじゃん。そんな国じゃないじゃん。ないじゃん。過去にないじゃん。前例がない。そんなことは。ね、そんな、子供が読む絵本だって今の時代ないよ。ね、日本人の気質が試されてると思います。別に、試されようが試されなかろうが、ね。そんなものはもう、全く関係ないよね。ほんと。大事な問題を捉えていただいてありがとうございます。ね、そうなんかね、今回の原発汚染水放出の問題については、自分は少し前に川口さんの武田、おじいも最初夢中だって見たから、あの人見てると、だんだんおかしくなってくる。ね、で、まあ、それによると、日本政府はまず誤りを認めるべきで、それは安全だったのに、データを間違って危険だと思ったからタンクに入れていたが、そこをよくよく検討してみたら、それが安全だったから放出すると説明すべきと述べられていました。ね。まあ、本当におかしなことを言っている。ね。だって、あの原発の処理水の問題から、もう何年経ってるの？あれから何年経ってるの？で、どれぐらいのプロフェッショナルが、どれぐらい集まって、どんだけの計算をしたの？で、この期間の間に、だってちゃんと調べてるでしょ、濃度とか、状態とか。それを、うっかり間違えたから、で、それそのままずっと置いて、これはどう考えたっておかしいでしょ。ね、この人の言ってることはね、もう、なんていうかな、ムー、ね、月刊ムーと同じなんで、ね、月刊ムーの感覚で見てないと、本当にね、ムーが好きな人、ね、は結構入り込む。おじいも月刊ムー好きだったから、結構一時ね、こうだ、あだって見たけど、だんだんとね、分かってきた。ね。まあ、この人もエンターテイナーなんで、ね、本当にいっぱい、もうネタの方向、ね、
で、まあ、いろいろね、立場もあるから、まあ、それを活用すれば、ね、稼げるうちにいっぱい稼ぐ、ね、だ本当にエンターテインメントだから、だからこれを見て、この人に言ってることを見て、ああって時間が過ごせれば、あのムーを見てるのと同じなんです。ね、だから本当ね、ね、本当の話って言ったって、それが本当か嘘かをちゃんと証明できないわけだから、都合が悪いから出せないことがいっぱいあるわけだから、だから本当だって言っても、それは本当じゃねえって、それ証明もできないっていう、ね、うん、だ面白い出し方をね、してるんだよね、本当ね。処理水放出、外務省の英語版ツイッターが確保されたのを知らんってね、これなんだろうね。海外の企業等反応は当然です。企業を批判するような報道が見られるのは逆にそのものです。ね、当事者、加害者がになると、こんな精神状態になるものかなと、恐ろしいですね。海外から見れば日本の、ね、罪以外の何者でもありません。ね、貯める場所がないの言い訳は通用せず、日本の責任です。おじいちゃんの中国人のご友人の態度は冷静で優しいですね。これが逆のチャールだとしたら、日本人はこんな態度をまず取れないでしょう。ね、中国人を相手にしたい、けどとかね、お前の国はあなた、こなんだってね、中国人は日本以上に種がしていることを知らないから仕方がない。そうだね。日本政府は何に対しても弱腰してきたから、まだやられてるだけだねって。うん、でも、日本だっていろいろ隠され、日本人は隠されて知らないことも多い。ね。渓谷は昔からね、水深10メーターぐらいの排水管から汚染物質をだだ漏れさせるのは有名で、昔から新国も結構もう汚染されまくっているので、だから今更感というか、自分のところはどうなるといったところでしょうか。何十年も続いたね、東海村で下働きしてたけど、汚染物をバケツで運んだりとか、一番危険な場所はね、中国人が少し高い給料でやってるとか、太平洋沖にドラム缶汚染物をね、秘密裏に廃棄してると言ってた。そして、中国、韓国も同じようなことをしていて、各国なんかは海底10メーターがダウンボールされてるらしい。良くも悪くも私たちは昔からそのような場所の海産物を食べてます。ね。安いよ、韓国の旅行安いよ、ね。200組から19,800円、お土産物ツアー、ね。はい、教えされた海産物、日本人食べるあるよ、ね。はい、それだけどね、もういい加減に気がつこうよ。で、またね、こういうニュースを見ると、またね、バカイモンが正しいんだって洗脳されるアホが出てくるっていう、そういうことだよ。ね。はい、皆さんのご意見もお待ちしております。またね、バイバイ。